いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずは海賊船壊すと何が残るのか調べてほしい。黄色い枠みたいなのが残る。続いて NPC に風が出る場所へ行くよう指示をするとどうするのか。あ、そういえば解雇の指示が出せなくなりました。風の場所へは行ってくれない。 Dランチャーはどうなのか。Dランチャーには行く。そして気球もやってみたが気球には行ってくれなかった。あ、次は壁にベタ付けしたトラックすり抜けた場合爆発するのか。これどういうことかというと、トイレにベタ付けしたトラックは扉を開くと爆発するので、すり抜けても爆発するのかやってみる。結果はすり抜けできないでした。障害物があるとすり抜けできないみたいですね。続いて進化できる状態のクロム武器、落とすと自動で進化するらしい。確かに、まあ何に使えるかはわからないが、落とすと自動で進化する。まあただしリロードはできていない。高評価した。あ、忘れてた。高評価お願いします。お次はグリムゲイブルズにある白いテーブルのようなものの中はどうなってるのか見てほしい。中は空洞。ちなみにこの白いテーブルみたいなのを壊すと絶対にインゴットが出てくるのでおすすめ。前のチャプターの時にあったゴーストバスターズの車と同じ感じ。多くなったの？調べてみよう。60だ。普通の宝箱の倍だね。これ普通の宝箱をクロムにしても60になるのかな？なるんじゃないかな。60になるね。ここ開けるだけで300も集まるのか。さあ100人ボット検証いきましょう。今回は一つのクロムで何人がクロム状態になるのかやってみたいと思います。
これで100人投入完了。一見少なく見えると思うけど、この部分に数十人重なってる。さあここでクイズです。一体何人がクロムになるでしょう。1番18人、2番36人、3番全員。ということで正解は3番で、全員クロムになるでした。これはびっくりな結果。さあ雇える最強 NPC トーナメントいきましょう。今回のバトルはニャッスル対クリプティック。妹の仇を取りたいニャッスル。対するは今回もなんか勝っちゃダメな感じがしてるクリプティック。これバトル自体はアップデ前にやってます。このバトルニャッスルの勝ち。見事妹の仇を取った。さあこれで準決勝4人の NPC が出揃った。では次回のバトルをお楽しみに。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。お作り。